ここ数ヶ月さ、非常に応援してるね、グループがいるのよ、6人組。V6 でしょ？ストーンズです。デビューする前からも言われたことあったの。なんか、サッカーでユース時代とか、ジュニアユースからこう。ああ、そう。最高のグループなんだよ、本当に。で、メンバーカラーもあるの。何々レンジャー的な。そうそう、色があって、はい、ジェシーはレッドなんだよ。コンチ君イエロー。ああ、イエローっぽいっす。ジュリ君がブルー、慎太郎がグリーン、で、トモがピンク、インデクトがブラック。まあ、6人いてさ、みんな個性がさっき違うみたいな話したじゃん。プラスね、みんな高身長なの。平均の身長がみんな高いのよ。170以上。印象的になんですけど、ジャニーズの子たちって結構小さいイメージが、で、僕162なんで、ちょっと勇気もらってたりしたんですけど。え、ちょっと待ってくださいね。かっこよくて、個性があって、で、演技できる人もいて、歌うまくて、背でかいん。だからもうすごい。もうだから楽しいのよ。みんな良さ違うし、YouTube も楽しいしさ。最高っすね、じゃあ。もう最高のグループですね、もう。いや、最高のグループなんだよ、本当に。だからまあ、デビュー曲、イミテーションレイン。でデビューしたの、X ジャマの YOSHIKI さんが書いてるやつですよ。すごいな、それもまた。でね、7月にね、まあ、ちょっと延期になってたね、セカンドシングルが発売されるんですよ。ナビゲーターっていう曲が。7月22日です。1月22日に SixTONES がデビューした半年後に、セカンドシングルがね、さすがだよね。なんでって。6でしょ ?6 ヶ月でしょ。あー、しっかりされてます。そうなのよ。そういうのやっぱファンは嬉しいわけよ。7月22日楽しみにしてるから、俺。もう予約したから。なんかね、そのデビューする前からも言われたことあったの、前に。デビューする前から？そう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 。だけどやっぱデビューしてからやっぱいろいろ質問増えて、そこでまた言われる回数が増えて、で、ツイッターにさ、こんな言われたことあるんですごい気になってますっていうツイートをしたら、すごい反響で、うん、自分ではそんな分かんないんだけどね。それをツイートしてから、クラブハウスにそのデビュー曲となった、イミテーションレイン。で、それをまず聞いて、まあ、それをまた SNS に載せたんだけど、そしたらなんか DVD 版でそのカップリングの曲が入ってないと、テレフォンってないやつだったの。それを見た別の人が通常版も送ってくれて、それをまずは車でさ、ずっと聞いてたんですね。そう覚えていったんだけど。で、やっぱさ、その、言うてもさ、数ヶ月のファンなわけ。結成当初からさ、ジュニア時代から応援してる人たちがいっぱいいてさ、その人からしたらお前なんやねんって話だと思うんだけど、でまあそういうほら初心者がさ、こう熱中できるようなグループっていうのはやっぱりすごい魅力だと思うしさ、しかもなんつうのこうやっぱデビューしたてだからさ、なんかいろんなところでこう、まあ、CM もそうだしさ、テレビもそういうのさっき言ったようにこうポンポンって出てくるじゃん、どんどん。それをなんか見られた時の喜び、チャンネル止めちゃって見ちゃうみたいなさ、それもなんか魅力の一つだなと思うけど、もう昔から追っかけてきてる、うん、今もっと出てきて露出が増えてっていうのを喜び方って、なんかサッカーでユース時代とかジュニアユースからこう、そう、なんかプロになって活躍してるみたいなにもしかしたらちょっと近いかもしれないですね。いるかもね。こう育成年代の選手を応援してて、その子がこうプロになることが決まって、でそこからこう活躍、ね、試合に出たり点取ったり活躍していく姿とこうなんか照らし合わせるみたいな、ちょっとにそういう意味ではちょっと似てるかも。めちゃくちゃ嬉しいっすよね、やっぱり。めちゃくちゃ嬉しいだろうね。まだ全然そういうのじゃないとこから応援してきた人が、うん、こうパッて露出してすごい活躍みたいな、とかテレビめっちゃ出てるとかって多分めっちゃ嬉しいんちゃうかなと思うんですよね。みんなあったかいのよ、ファンの人たちが。めちゃくちゃいいっすね。俺がツイートすると広めてくれてありがとうございますみたいな。いや、ファミリー感ありますね。だから僕もそのなんか純喜くんのツイッターの反応とか見てると、なんかすごいみんなファミリーやなみたいな。そうそうそう、一緒に応援していきましょうみたいな、変ななんかいや何みたいな感じがないんで、すごいあったかいなと思いますけど。それもあるね。だからこういろいろ教えてくれるわけよ、ファンの人教えてくれたりとか、なんかこう自分も応援して大丈夫なのかみたいなところとちょっと不安みたいなのあるじゃん。それが全くないから、やっぱ一緒に応援できるなっていう。そうだ、だって俺がさ、言ってみればこうサッカー界でさ、ストーンズ多分一番好きなわけじゃん、俺。はい、で、今こう、ツイッターとかでさ、こう話したりとか、まあ、今日も家事にさ、そのストーンズのなんか魅力みたいなものをちょっと伝えてるけどさ、だそれでね、ストーンズの認知度がね、上がればね、嬉しいし、それきっかけでこう、あ、ストーンズそういえば、追い切ってたなみたいなさ、そういう活動だよね、俺ができることは。サッカーファンの人でもさ、ジャニーズファンの人も掛け持ちの人もいるしさ、そんな感じで少しでもね、なんか盛り上げられたらいいなっていうのは、まあ、あとはまあ
言ってもさっき言ったように数ヶ月のファンだからさ、メンバーの魅力みたいなのとかさ、ストーンズの魅力俺がちょっと話したけど、まあ、もっとあるよ正直いっぱいあるけど、まあ、でももっとさファンの人とか知ってるわけじゃん。逆に教えてもらいたいから今コメント欄にそうわーって、コメント欄にぜひもうバー書いてもらって、その中でやっぱ俺がこうまたこう学んできるみたいな、今見ていただいてるストーンズファンの方、ストーンズの魅力、メンバーの魅力をコメント欄の方に書いていただいて、いろいろ僕に教えてください。ぜひお願いします。何かもうまたこれで勉強させてもらいます。そうよ、だからまあこんな感じでね、まあ、ちょっとずつこうジャニーズの、まあ、ストーンズの魅力をね伝えてね、いろんな人に知ってもらいたいなと思った。と同時にやっぱ俺がいろいろ知りたいと、いろいろ教えてもらえるように皆さんよろしくお願いします。お願いします。一人ということは、そうですね、ドキリです。打ち合わせ中に僕が電話が鳴ったということで、ストーンズさんのテレフォンという曲を流します。小池はストーンズの曲だと気づくのか。面白くないのか。面白いんですけど分かんないからっていうか、そうですね、もうなんかコメントっていうか、ファンクラブ会員に、はい、その流れで多分ファンクラブ会員に入ってるから